だから俺は別に汗こせは言ってない。ただ長男は8月18日が15歳の誕生日だったんで、で俺はねごちゃごちゃ説明するよりほんまに奥深いところから自分で考えるっていうことをしてほしかったから、さあ僕は突拍子もないけれどキャッシュでこの帯付きの100万円の束を3束ね、その15歳になった日に僕はポケットに入れといたってね、お前に誕生日プレゼントやろうかって、びっくりするからお前気絶すんなよって言いながら300万をそのままあげたんです。結局車の免許取るから金出して、車買うのに頭金出して、卒業旅行行くのにちょっと小遣いちょうだい、結婚するから結納金、うち建てたいねんけど頭金、みんなね子供から何千万も吸い取られてますよ、うん、けど僕はね300万で終わりってしたら3人おっても900万でしょ。なんか日本一ハイブリッドな子育てなんちゃうかなって僕はそう思っとったんですよ。お前金輪際俺のこと頼らんといてって、俺引きこもりの世話もいっぱいせなあかんしな、障害者の世話もいっぱいせなあかん、お父さん金いっぱいいるねん正直な話で、お父さん見てわかるやろって、服何も持ってないし何も買わんやろって、でお父さんもうお前見てわかるや、ずっと車も乗ってない、誰かに乗せてもらうかね。でお父さんそこまでしてな、人のため人のためってやってきたんよ、したからお前にできることこの300万なんで、自分のこと考えてほしい、想像せよ、これで教科書買うねん、制服買うねん、あ伊勢高校行く、毎月300万から授業料が引き落とされる、ね、修学旅行の積み立て引き落とされる、毎月毎月何ぼかのお金が300万から引き落とされてるのに、お前自身自分に向かって俺こんなに金つこてこの高校来て一体何してんねんやろって不安を感じるんやったら、多分お前あっという間に辞めると思うよって、行ってみて辞めてもいいし、でもどうしてもこの伊勢高校に行かねばならないという理由があれば、伊勢高校3年間はその子にとってすごい大切な時間になるんです。なんで高校行くのも OK、 一つは。でもう一つは、世の中はだいたいサラリーマンおよび公務員か職人か経営者か投資家か4種類しかいませんからね。サラリーマン公務員になるのは学歴がいる、でも職人になるのは学歴なんかいらん。例えば京都の宮大工、経験通してね一流の大工になるってなったら、お前中卒で京都の超一流の人探し行こうで行ったら、あとは大丈夫、親方から物言われたら返事は 0.2 秒、親方から養生言われたら試してますね、親方見ときなはれや、それ毎日お父さんと一緒のことやってみ、5年でお前独立してみ、俺お前のためなら力貸したるって絶対言われるよ。職人になるならそれでいける。では最後、次3つ目、社長、冒険や、経営者は冒険せなあかん、さっか世界行ってこいって、300万で好きなように世界行ってこいって、僕はその3つしか与えんかったんです。高校行くのも全然 OK、その代わり生きながら俺はこの高校でこれこれのためにこの高校来てるんだっていう思いがあればね、3年間多分行ける。でも金なくなって生きようのに、俺みんなと足並み揃えてみんなと一緒のことして俺何してんねんやろ一体って、親から出してモテるとこんなこと考えないんです。でも先に300万渡しとけばね絶対感じるんですよ。違うと思ったらやめたらいい、こうって言ったら俺は花から行かへん、もうそうじゃないって、なんかお父さん見ててわかるからって言うて、だから高校行くのも全く俺は否定しなかったんですよ、うん、行けばいいよ理由があるならばなって。じゃあお前の高校行く理由は何って言ったら、プツ、みんなが行くから行くだけやろって、高校だけは出とかなあかんって大人が言うてるからそうなんかなと思ってるだけねってみんなって、俺はそういう言い方で話をしたんです。でも三重高校行って、俺絶対甲子園行く、絶対プロになりたい、ならお前三重高校やろって、ほな朝からドロンコになっても文句言わないから、だから思いがあるならば高校に行くのも全然 OK。 でもほとんどの高校生思いがないんですよ。で思いを持とうというきっかけも見つかってないんです。じゃあでだから俺ら大人が刺激を与えてやることをした方がいいんじゃないかなみたいなさ、うん、だから女の子らでも、俺君この学校高校なんでこの学校選んでこの学校来てんのって聞いた、うん、制服が一番この地域で可愛くって、私この学校の制服着たかったの、そら勉強せんわって、そら勉強せんわって、ここの学校の制服着たかったから、そんな理由で高校来てるんですよね。
じゃあ君高校来るより自分の表現するファッションの勉強を高校行かずに本気でやった方がいいんじゃないって僕はそう言いたいんですよね。そんなに洋服に左右されるならばそれも悪くはないからって言ってね、うん、だから子供らもなんかこうねなんか出してるんですよメッセージをね、うん、でも大人が普通普通中枠にこうはめたがるんですよね、なんかね、特に親ってそうなもんね。今こうやってねなんかこんな少ないところでお会いできてお話できるだけで幸せですとか、こんな近くにいてくれて芸能人みたいな何があって、俺なんか学校の時なんかいるだけで迷惑って言われてたからねもう呼吸してるだけで迷惑って言われて、もう頼むからやめていてくれっていつも言われとって、ほんで八百屋やってる時なんか毎日バカにされてたし、やっと六本木に店出せたっつってもみんなたった一言、単なる水商売じゃんって。それでラッキー手に入れて店舗増やしても所詮水商売って、もうずっとそう言われたわ。うん、で初めてブライダルやった時になんか水商売を卒業やっとできたかなと思って、あとは結婚式の事業をやってる方なんですねって言ってもらえるようになったから、それ手に入るの26までかかったから、それまで単なる水商売のおもろいマスターやったからね。うん、それがいつの間にか講演するようになって本書くようになったら、みんなが人のこと勝手に芸能人みたいな扱うように、急に周りが変わっただけで俺何も変わってない。うん、何も変わってない。でその何も変わってないぐらいなんかしんどい思いせえへんかったって、みんなが夢にも思わんようなそういうものに出会えていけれる生き方あるやろみたいなことを俺は伝えてるだけ でそれに共鳴してくれてる人がこうやって来てくれてるだけなんですよね結局はね。なんで子育てにも正しいも間違うてるも多分ないんですよね。ね、世間から何やってんだって言われてもブレるかブレへんか、そこに自分の信念持つかどうか、ただそれだけのことなんで、だから答えは人生にはないんですよねきっとね。それを貫きゃいいだけやから。だって噂話のために生きてるわけじゃありませんしね。で俺もいつも思った、同級生の噂話のために俺生きとんちゃって、近所のみんなの噂話の評価のために俺は生きとんじゃないんやって、俺は俺らしく生きるために生きてんねんやっていうのを僕もやっぱ若い時にそう思ったから、だから水商売って言われても上等じゃって、うん、で20代で2億なんぼも借金して、ね、上等じゃん、ペロッと返したろみたいなノリでやってきたら今やもんね。でもうちのおかんは、俺が軽トラで八百屋やってるっていうのをね、うちの兄貴がね、あの言うたことあるんですよ。お母ちゃん、市とかって文明な予備校なんか行ってないでって、あいつ勉強なんか何もしてないって、焼き鳥屋で出会った人についてって、今鉢巻き巻いてキュウリ刺してな、軽トラの上で歌ったり踊ったりチンドン屋みたいなことしながら野菜売ってるんやって。俺あんなこと踏み焼きしてたらあいつとんでもない、もう俺はなもうほんまにあんなことさせてたらあかんと思うって、うちの兄貴はおかんに言うたらおかんブチギレる思っててんね。東京まで飛んできて軽トラの上から俺を引きずり下ろして、そのまま三重県まで連れて帰ってくやろうなってそう思って兄貴は電話した。うちのおかんは違うたら兄貴にどしかったらしいな。俺何十年も経ってから聞いてんけど、あの時俺はおふくろにめちゃくちゃ怒られた。お前なその文明は自分で決めてやっとんやろって、そのことなんで母親の私にこんな密告するみたいなものの言い方すんねんって、ね、あの子にはあの子の人生があるって、私は自分の子供が軽トラに乗ってキュウリ立てて八百屋やってても自分で決めてやってるんやったら私は応援するよって、お前も兄ちゃんやったら文明の応援せえやって、お前何密告しとんねん人にっちって、おかんに兄貴怒っこりまくられたって。で俺あの時におかんにほんま心開いたわ。うちのおかんは世界中が俺のことを敵に回してもうちのおかんだけは絶対味方でいてくれるって。したから俺なんかこの盆も言うたよ、乳がん発覚して、まあ、先月全摘手術とかいろいろしてだけど俺ね、まあまあまあ82やしなって、でもな姉妹の姉妹あんたが動かれへんなってどうたこうたらってなったら多分俺講演もやめるかもわからんな、あんたの下の世話からなんから
俺が全部やったる。俺はそれぐらいあんたに感謝してる。だから老人ホームがどうだろう、なんだかんだ、そんなことは一切考えんといてくれ。俺があんたの下の世話まで全部やる。で、俺はっきり言い切ってありますからね。おかんポロポロ泣いて、だってそれは信じてくれたから過去にね、なんかそれに勝る親子の素晴らしさってないと思うんやけどね、歯科1頭を打ったら丹波篠山は1頭を打ってくれたら役場が2万円くれるんですよ、で僕ら丹波篠山で一時豆農業みたいなね、黒豆作ってたんですよ一緒に、ね、あの引きこもりと一緒に。でもその時に俺ら収穫祭ってやろうと思ったら網に角絡まって持てるやつが倒れててね、でうわ鹿やおう言うてね、でチュンチュンとかしたらバブルバブルとかなって、で網外すに外されへんしどうしようって言ってたら、したら大丈夫、あの漁師のおっさんに言うたらみんな飛んでくるから2万円もらえるし、で気持ち悪いやつは見るなよ言いながらも動けへんから、頭バーン一発打って、だからそのじいさんペンチ出してね、鹿のこの前歯メリメリって取ってね、で尻尾パンって挟めてあのナイフで切ってね、で尻尾と前歯が鹿取りましたの証拠になって2万円もらえるんです。でそのじいさんを運んでくれ言うてね、山の中でその鹿の死んだやつ運んだどこかへたらイノシシの罠かけてる前へ見てそれ置いて、明日これでイノシシかかるんや、でイノシシは元金になんねんやって、でももっと丁寧なことをしてる人は皮めくったその皮をなめし言うてね、あの機械でなめしやってるところはちょいちょいあるけれど、実はあの姫路、兵庫の姫路にはあの手作業でなめしやってる、じゃあ鹿側イノシシ側で革製品作れる素材になるでしょ。で内臓は変な話ね、ペットフードのドギーマンとかね、みんなめっちゃ欲しがってるんです。で家畜の牛や豚らはみんな化学飼料を食うて大きくなってるし、で抗生物質の薬入れられてるんですよ感染症にならないために。でもそういうので出来上がった内臓をペットの犬ちゃん猫ちゃんに食わすのは忍びないから、本当に薬に使ってない内臓って言ったら山走ってる鹿やイノシシ、ドギーマンが買うてくれるんです内臓で、下手したらこの角とか鹿のチンチンとか漢方薬や買うてくれるかもしれない。なめせば皮売れる、で身は何このあの今ジビエとか流行ってるから、それも売れんこともない、皮売れる、角売れる、チンチン売れる、身売れる、内臓売れる、だけど2万円もらえるってすごくないって。あの仕事本気で若者やったらね、僕は儲かると思いますよ。だって僕はその丹波篠山で頼んで来てもうた80代のヨボヨボのじいさん、俺この一月でこれだいぶこうやって電話かかってきて鹿殺してんねんけど、今のやつで何発目か何頭目か死とかいうか、いや分からん何頭目なおっちゃんいた、152頭目や、わし今ので今月312万円もうたんや動かんしか売ってるだけで80代が312万円ですよ。でそれが翌日のイノシシのための餌になってるんですよ、みんな普通という概念取っ払ってもっとおもろい生き方っていうことを中心にぶっ飛んだことを考えたら世の中にチャンス山ほどまだ転がってます、山ほど。でこれに食いついたのがこの子です私漁師になるって言い出してすごい、でこんな近くの古民家買うて壁塗り直して美容師資格取ってユンボ打ってお前おもろいよね本当ね自分で開拓していってるんですよね、もう僕の若い時にそっくりです本当に。はい、ありがとう。今はあのカレンちゃんは何歳になった？19になったんか。ね。でもカレンちゃんがそうやって高校1年生ぐらいの時辞めてるやろ、確か。でその時に、あんたすごいよな。私かって冒険したいけど、いやでもなっていう子はやっぱり冒険しきれず生きてますわね、それはそれでいいんですよね。でもあの時に
なんかこう冒険しきらんかった自分を責めなければいいですよね、うん、でもなんで私あの時人の顔色ばっか見てたんやろうって思うとね、なんであの時自分に嘘ついてまであんなんしててんやろうっていうことがなんか一応もったいないだけで、